ビ<ズ>カナダ統計局によりますとカナダの人口は2022年の1年間で105万人増加し過去最大の人口増加を記録したと発表しました人口増加率は2.7%でした移民や一時滞在者らの流入が増えこのうち95.9%は労働人口不足を補うために海外から渡航してきた移民や 就労者、留学生らが占めていますカナダ政府はロシア侵攻下のウクライナや政情不安が続くアフガニスタン大地震に見舞われたトルコやシリアなどからの避難者を積極的に受け入れています。